ちょっとハードディスクを買ってくると扱えてしまう。で試しに自分の東大の博物館の収蔵庫の骨全部スキャンしちゃったらどのぐらいになるかなと思ったら大したことないですよ。精度もちろんいくらでも上は細かくできるわけですけど、10テラバイトとかそのぐらい、10テラバイトって秋葉原に行ってハードディスク買っていくと実現できちゃう量ですね。もはやね、問題はそれだけの CT スキャンを動かして、2億円の機械ですから動かすの大変です。動かしてデータをどうやって取ってくるかっていうところが現実的に難しいですけど、どん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 3次元データとして動物の形が見られるような時代になってきました。これが CT の、今の実力ですね。